遠、声遠、遠くないこれ。あ、あ、あ、オッケー、こんぐらいか。今日は遅い、ちょっと遅くなっちゃったけど、ありがとうございます。BGM 鳴ってますかね。これは鳴っとるかい。さとちゃん、ありがとうございます。一番だ。ドナルドさん、うん、そう、あれ、ちょっと待って、台風今どこにいるんですか。気をつけて、みんな。もう結構上陸しとるよね。しんいち、ありがとう。えっ、嘘、大将さん本当。9月にショールームの星、種、ギフトなくなる。どういうこと、どうなるのそれ。何がどうなるん。え、びっくりなんだけど、変わりすぎじゃない。おっちさん、大工さん、おばば、ゆっきーさん、虹色ビーバーさん、キラ、フジモンさん、アマトーさん、ありがとう。あさみさん、マサさん、ありがとうね。ルビーレモネード、いいね。ルビーレモネード飲んでるんだ。なんだそれ。マメちゃん、ノブシャン、ヒデマスさん、カズトシさん、犬猫さん、あ、よき、よかった。 BGM よかったです。あ、コロボありがとう。え、明日雨なの。今日はでもね、私が外出てる時は雨降ってなかったかも。おやすみ、ありがとう。ユッキーさん、だるまありがとう。おさるさん、おがっこさん、ローマ字のマサさん、キングつばささん、ちっちゃい箱さん、うん、アマトーさん、アロハー、アロハー、サノピアノさん、カズトイさん、グッドラックさん、ありがとうございます。嬉しい。セブンさん、ヘビクボさん、ポッターさん、間違えた、 F16 ボイスさん、ありがとうございます。修理屋さん修理屋さん、ポンポンさん、ありがとう。大将さん、プチ、ありがとう。え、本当に星の代わりになるやつとかもなくて、ギフトだけになっちゃうってことですか。ギフトもなくなるの、どういうこと。ちょっと待って本当だよね、それ星なくなったら降るとかいう概念もなくなっちゃうよね。なのはさん、今日反映されてる、ありがとう。ガオパパさん、そのピンさん、ありがとう。ひまわりさん、ほさん、トキキさん、ありがとう。虹色さん、結び、そうね、今日はねちょっとあみあみしてる感じですね。リクソンさん、ありがとうございます。竹山メイチさん、ノブさん、ありがとう。虹色さん、かわいい、ありがとうね。聞こえてる、よかった。リラクマ、プロトンさん、あれ、本当ですか。日向坂さんの配信から自動飛びしてきたのか。伊豆急純也さん、ガックンさん、ありがとうございます。あら、日向坂法ですって。そのピンさん、ありがとう。まことさん、ハイビスカスかな、ありがとうございます。鳴ってる、よかった。ねるさん、こうたさん、はじめまして、ありがとうございます。あ、上村ひなのさんのルームから日向坂のくださったのか、はじめまして。
ロッピーさんありがとうございます。明日の甲子園は、あ、そうなんだ、台風のため中止だって。明日めちゃくちゃ当たるよね多分。甲子園のとこは兵庫県か、兵庫県かな。もう今はもう土砂降りの土砂なんじゃない。お、犬猫さん釣りとバーベキュー行ってたの。水太郎さん、なおなおさんありがとう。パフツリーってなんだっけ、なおなおさん。服、今日はね、そうよ、今日の服はね、ちょっとね、下はね、私パジャマに着替えちゃってるけど、上はね、上はちょっとね、肩がこんな感じ、肩強そうなやつ。またどう？今日のコーデです。あ、そうよ、あの歌うまエムリーガーのアーカイブ今日までです。え、今日も見れるんだっけ。まだどうだっけ。そう、最近ね、肩強そうなやつ多くて、で下はね、今日はスカート履いてました。梶山さんありがとうございます。今日はね、編み込んでる、ここね、花からさんかわいい、ありがとう。ちょっと戻ろ。髪型いい、ちょっと明るめに見える。いやー、多分もう実際に会ったらめっちゃ明るいって思うと思う。今めっちゃくちゃ茶髪なのよ。ほんと花からさん、みゆみちゃんなってんだけど、私ヤマピー、みゆみちゃん、ののはさんお疲れありがとう、水太郎さん、なおなおさん、あ、言ったかこれ、ゆっきーさん、ぶっちありがとうね、高星ハートさんありがとう。え、めっちゃ困るねそれ、どうしよう。どうしよう、ほんと。ちょっと待って。ずっとなんか、糸ついてた。まーちゃん、いらっしゃい。さとしさん、ありがとう。キングダム1話。だけ見ようと思ったらいいところすぎて7話一気に見てしまう。あ、ほんと？アニメ面白い？キングダム見てみようかな。髪型いいね、明るめに見える。あ、これ読んだな。奈良は明日の午前中やけど、もうすでに雨風ひどくなってきました。え、ほんと？大きくなってるのかな台風って。今もちおさん、けんじさんありがとう。あれ、おさるさん500回ですか今日。ありがとう、すごい、ありがとうございます。江戸だよ小説家さん今日は。花からさんかわいい、ありがとう。カタカナのりょうさんありがとう。お洋服、うん、小林さん勉強かな、お疲れ。お盆特訓だって、あの合宿行くって言ってたっけ。堀さん、うらちゃん、あおちゃんさん、たいしくんありがとう。昨日は甲子園の母校の応援に行きました。え、母校行ってきたの？2回戦突破して次は優勝候補の、え、めっちゃ強いとこやん、仙台育英。すごいじゃん、おめでとう。たいしくんの、たいしくん母校。風鈴さんありがとう。梶山さん、ヨコポンさん、アキヤンさん、モクさんありがとう。
期限付きの SG に変わる。変わりすぎだよね、それ。そうなんだ、衝撃だ、どうしよう。トトロさん、コバッチさん、テイヘンさん、大文字のテストさん、ありがとうございます。マサさん、プッチ、ありがとねー、ありがとう。おいしょおいしょ。フジポンさん、2シュートカウントありがとうございます。ストンコさん、いらっしゃい、ありがとう。明日は台風を見張るお仕事。え、どういうこと、リラックマ台風見張るの。 T 赤さん、カウントとプチ、ありがとうございます。カウントもポイントなくなる。え、カウントもなくなっちゃうの、やば。そうなんだ、すごい一気に変わっちゃうね。村上さん、検索さん、ありがとう。もちおさん、カウントありがとう。 ASA さん、すごいやろ、新しいファイトガール。大きなボタンってどんなのって。いや、私もね、よく分からずにやってみたんだよ。そしたら上がる時にね、あのすごいんよ。なんか上がる時、メダルゲームがなんかジャックポットみたいなのあるじゃん、メダルゲーム。ジャックポット入った時みたいに、なんか暗くなって上がる時で、なんかこのボタンだけがもうピッカ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 光ってて、それをボンと押したら、まつもでもロンでもそれを押したら上がれるみたいな、すごいなんか演出すごかった。あとね、上がったらちょっと恥ずかしいんだけど、あの上にも画面がついてて、大きい画面がそこに出てくるすごかったよ、行ってみてぜひ。ただね、結構何箇所かであの新しいやつ入ってると思う。カンタムさん、フクちゃん、 ET さん、ありがとう。ブラッチ、こんばんは。おととい、水木奈々さんの友達と遊んでたら、双僕の話題で、え、本当ですか。ネオちゃんのことみんな知ってたって言ってくれて、ありがとうございます。嬉しい。カタカナのボスさん、はじめまして。白熊さん、ハイビスカス、ありがとう。ごめん、上村ひなのさんか。のぶしゃん、ありがとう、ハイビスカス。村上さん、すぎょう。友達の家の全自動宅組み立ててきただって。いいな、全自動宅。トロケルさん、ヤス24さん、ありがとうございます。マサマサさん、アロハー、ありがとう。 N164 さん、ありがとうね。あおちゃんさん、ありがとう。あなた、ひなほって言うのね。私、ひなほ、私、ひなほって言うの。キンニャンさん、いらっしゃい。りょうにいさん、ありがとう。よきかい、かわいい毛の服、そうだね、これね、すごい涼しいし、いいよ。ローマ字のよしさん、かわいい、ありがとうございます。下は捨ててこじゃない、下はね、前に一回ちょっなん、ジェラピケっぽいパジャマ着てたことあるじゃん、配信でも。それの下のやつ。ようちゃん、ありがとう、ありがとう。髪型今日は編み込み。キヨッピーさん、はじめまして、ありがとうございます。新一カウント、ありがとう。
あと18日から夜勤になります。明日から仕事。お盆休み終わった？お疲れ様。キラさんか、キラさん、ぶち久しぶりに30年前の車でドライブ。え、走れるのそれ？汗だく窓全開にして帰ってきた。なんてエアコン壊れてたんだって。そりゃ暑いわ。いたねるずさん、お、ありがとう。今日も日なしの会から。ドナルドさん、2シュートカウントありがとう、嬉しい。エイジさん、2シュートカウントありがとう。ガッチさん、いらっしゃい。ゴンちゃん、一服さん、オッキーさん、ありがとう。私ね、お盆休みになるものはある。そうだね、あの帰ってからちょうどね、その愛媛に帰らなきゃいけないのがね、もうちょっとで帰らなきゃいけないから、帰ってからお盆休みみたいな感じになるかな。うん、まことさん、かわいい、ありがとう。ゆっきーさん、ブラッチセミありがとう。なおさん、いらっしゃい。これか、パフスリーブって。パフスリーブって言うのか、これ。まさまささん、だるまコテ、ありがとうございます。だね、うん、ちょっとどう、まあ9月になってやってみてだけど、どうなるかわからんからね、将来。そっか、なんかちょっと悲しいし寂しいですね。トゲ、ありがとうございます。今日も元気だよ。なんかこっちは意外と天気良くてまだ良かったです。明日はあれなのかな、ちょっと天気が悪いらしい。龍、あ、ありがとう。あの真珠のなんだこれ、貝殻、ありがとうね。花倉さん、愛媛来てくれるの？どれだけ明るいか見たい、だって見に来てよ。さとしさん、セミありがとう。キングダム面白い。そうなのか。あ、原作より控えめ、控えめなんだ。大将さん、セミありがとうございます。子供たちが行きたがってた心霊ツアー、いやー、私はもう絶対無理だ、心霊ツアーだけは。自分も音に弱い。あ、そうなんだ。心霊ツアーは絶対ダメだね。え、堀さん、おめでとう。セミありがとうございます。お誕生日だって今日。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディア堀さん、ハッピーバースデートゥーユー。おめでとう、堀さん。ローマ字のヨシさん、尊い、ありがとう。ナノハさん、カウント、ありがとう。私のウィキペディア、ウィキペディアはね、多分みんなが作ってくれてるんじゃないかな。多分誰でもあれ変えれるよね、ウィキペディアって。どうなんだろう、一番最初の方は誰かわからんけど、なんかちょっとずつ変わってるよね。みんながちょっとずつ足してくれてるのかもいつの間にかできてた。サイさん、こんばんは、ありがとう。本当よしさん、不安かい？台風？隊長こんばんは。ひなほしゃの服見たらなぜかバニラアイス食べたくなった、だって。私もね、自分の服見てたらバニラアイス食べてきたくなって買って帰ってきた、バニラソフトクリーム自分の服見てたらなんかアイス食べたくなってきた。
目元がキラキラ。あーそう、ガチさんちょっとだけね、下にわかる？キラキラ入れてるんですよ。堀さん何これ、ペンギンサーフィン、ありがとう、ありがとうございます。波乗り、波乗りだけだ。ローマ字のおさむさん、あさっちゃさん、あら嬉しい、ありがとうございます。わあ嬉しい。ひでゆきさん、ふる、ありがとう。ひでゆきさん、あもちろん仕様が変わっても歌ってねって、もちろんです。目指す場所は伸ばしたてのはるか遠く、スターライト、マウンドから光る左手は、へい、ありがとう。若いさん、いらっしゃい。花からさん、花束だ、ありがとう。ひろくん、お疲れ様、お仕事。とろけるさん、ぷいち、ありがとう。ひろくん、おやすみ、ありがとうね。さかぴーさん、いらっしゃい。隊長セミ、ありがとうございます。今日は水泳の日です。なおちゃんの水泳のエピソード。水泳、水泳、私はね、あの泳いでも泳いでも、あの なんでか戻っちゃうのが悩みで、毛伸びしてからこうバタ足に入るやん、まあ、バタ足というかクロールに入るやん。クロールが始まった途端、なんかどんどん戻っていっちゃうんだよね。なんで戻っていっちゃうならあれ。15メートルぐらいまでね、なんとかこう行くんだけどね、そこからなんかしんどくなってくるのか、なんか変なね泳ぎ方になってね、気づいたら10メートルぐらいまで戻ってるんですよ。多分外から見てたらもうめっちゃ変な泳ぎ方なんやろうなと思う。でも水は好きなので、ぷかぷか浮くのは好きです、プールに。フジモンさん、フル、ありがとう。今日もまみちゃん、セミ、ありがとう。これもう毎日噛みしめて言うね、フルやらセミやら。星や種がなくなってもひなほちゃんへの愛はなくなりまめん。ありがまめ。うるうるさん、ありがとう。猫クッション、かわいいやろう。豆大福さん、きなこって言います。実家に本物の子がいる。ぐっちふる、ありがとう。ぐっちまさっちさん、いらっしゃい。おー、アントンヌさん映画館行ってたの、何見たの。マサワンさん、ありがとう。おさぴーさん、ありがとうございます。もくさん、花束、おさ10個もありがとう、嬉しい。おぼぼふる、ありがとうございます。おぼぼー、同時マムテキさん、ありがとう。コバセンさん、フルだ、嬉しい、ありがとうございます。コバセンさん、ノブシャンフル、ありがとうございます。小さな声の音。広い宇宙の数ある一つ、青い地球の広い世界で、小さな恋の思いは届く、小さな島のあなたのもとへ。はい、愛犬家のみずくんさん、はじめまして、ありがとう。大将さん、フル、ありがとうございます。ちょっと待って、儚くないって、ちょっと待ってね、なんとかこう歌詞を見れば思い出せるような気もするんだけど、儚くない歌詞。あー、待ってね、
って思い出せない。ちょっと待って。でいても。あ、待って、もうちょっとで思い出せそうなんだけどごめん、ちょっと思い出せんわ。いつまでもないと分かっていても、サビがどんなやったか思い出せなくて。カルロスさんいらっしゃい。オカムさんありがとう。ひでゆきさんありがとね。ヤシの実ジュース、ひなほなの、そうなの、ひなほ、ひな祭りの日に生まれました、3月3日。コーターさん、花からさん、フルありがとう。そうだね、9月いっぱい、あ、9月から変わっちゃうのか。じゃあほんともうちょっとだ。ストリートくんいらっしゃい、ありがとうございます。キラカウントありがとう。帰省し自宅の猫と再会、暑くて床に体くっつけて前足伸ばして寝てます。え、キーちゃんはね、あのひっくり返って伸ばしてる体、多分暑いからだね。サトシさんフルありがとう。そして輝くウルトラソウル、はい、ブラッチありがとう。フル決めポーズかい、決めポーズ。今日はじゃあちょっと珍しい髪型したから、最近こうやって振り向きが多いもんね。まあいいか。ハイビスカスありがとう、めっちゃくれてる。村上さん、ヤシの実ジュース。お猿さんフル、ありがとう。お猿さん、フル宣告できなくなるの寂しい。そうだね、だって私もこの6年間ずっとそのフルありがとうってセミプチって言ってきたもんな。寂しいね。コシさん2シュートカウントありがとう。バンクバーさんセミありがとうございます。昨晩は訳あって大阪のビジホ、訳がなくなって名古屋帰ってきたの、おかえり。ペコウサさん、ローマ字のユータさん、デメキンさんありがとう。え、リョウ兄さんのニャンコと似てるの、きなこチャトラ。上は肩強い服ってことは下は膝強いのいや、どんな、もうガンダムやんそれ。下はね、今日は短めでした。堀さんレインボースター10個もありがとうございます。あら嬉しい。お、みずくんさん愛媛つながりだって。愛媛ですか。まみちゃんフルありがとうございます。誕生日の堀さんにバースデーな、あきゅつるるるきゅるる。シロさんいらっしゃい、ひらがなの。ベックスさんありがとう。オサピーさんかわいい、ありがとうございます。11月のライブはね、あの愛媛の W スタジオレッドだよ。ナノハさんセミありがとうございます。ひなぶちゃん、スドリカ以外でアフレコしたことある？ある。あのこのそれこそショールームのイベントで
勝ち取らせてもらって、みんなの応援のおかげで、あの邪神ちゃんドロップキックっていうアニメの OL さんでアフレコした。それが初めて。新一フル、ありがとうございます。大地さん、ありがとう。若井さん、プチ、ありがとう。ちょうちゃんのワンマンミニ、福井？あ、ちょうちゃん福井だもんね。福井にいるんだ、行ってたんだ。りょう兄さん、私の書道？なんて書いてるやつだろう。かんちゃん、フル、ありがとうございます。かんちゃん、嬉しい。なのはさん、いいね、いいね、ありがとう。かずとしさん、拍手、じゅくもありがとう、すごい。ローマ字のなおさん、ありがとうね。せいやんさん、ありがとう。ピルクル、フル、ありがとうございます。ローマ字のまこさん、こんばんは。若井さん、ありがとう。ハビスカス、あら、まだ届いてないかもしれない。新一 T シャツ家にはまだ。ダヤットさんかな、 DAYAT さん、はじめまして、ありがとうございます。はやー、なのはさん、はよおね、それ、ありがとうね、来てくれて。ひでゆきさん、音符、ひできさん、いらっしゃい、ありがとうね。バンクーバーさん、フル、アマトーさんもフル、ありがとう。お誕生日の堀さんに、シャフドからのひなずき、お誕生日の堀さんに、シャフド、難しい難しい。宮内さん、いらっしゃい。ローマ字のマサさん、フル、ありがとう。8月の幽霊、かけろ追いかけて走った、セミしぐれにつまずいて転んだ、ありがとう。そうだ、8月のうちにね、8月の幽霊歌いたい。若井さん、アロハー、ありがとう。エイジさん、フル、ありがとうございます。何度目の青空か、何度目の青空か、数えてはいないだろう。日は沈みまた昇る、当たり前の毎日、何か忘れてる。へい、ありがとう。ナノアさん、結婚してありがとう。どうだろう、レインボースターもなくなるのかな。確かに。ケンボーさん、ありがとう。若井さん、なんだこれ、パフェありがとうございます。嬉しい、パフェ。そう、なんて読むすら、お、なんて読むするんだろう。ソルドスネ、スネケリーさん絶対違うありがとう。まさやさん、ありがとうね、いらっしゃい。ローマ字のまささん、真珠、ありがとう。すごい新しいね。ピョコニーさん、ありがとうございます。ローマ字のマサさん、ハート、ありがとね。曲がるんじゃなくて戻る、うん、そうそうそう、戻るのよ。あ、カピパラさん、今日も来てくれたの、ありがとうございます。アスアス JR さんだ、ありがとう、いらっしゃい。ラッシュライブさん、懐かしい、それ、キピタン、キビキビタン、鬼タイズ、鬼タイズ、魂の16連射なんだっけ、魂の、ありがとね、カウント。
ユッキーさん、フルありがとうございます。あなた、まかなバラと白いパンチ、子犬の横にはあなた、あなた、あなたがいてほしい。はい、ありがとう。まことさん一緒、ありがとう。野良狐さんいらっしゃい。菜の葉さんとうとい、ありがとう。ミミッコさんいらっしゃい。ドナルドさんフル、ありがとう。今日も台風被害が少なくなりますように。ヨシンコ、ほんとだね。ヨシンコ、ヨシンコで風をこう消したい。ユッキーさんありがとう。服と髪嬉しい。ローマ字のノリさん、野良狐さん、えのさんさんありがとう。おさっぴーさん、サイリウムありがとう。マサさん、セミありがとうね。人間定員な。もくらが見ていた、こ元気だ。チャンノンさんいらっしゃい。平泳ぎ、平泳ぎできない私。そういえばやったことないかも、平泳ぎ。とんちゃんさん、ひらがな斉藤さん、いなっちさん、こんばんは。かずとしさん、拍手ありがとう。すえさん、プチありがとうございます。今日もありがとうね。納涼祭ライブはね、そうございますは歌いたいなと思ってるよ。もうちょっとだね、納涼祭。一緒に歌おう、みんな。ふみくんさん、じまさん、ありがとう。野良狐さん、ハイビスカス。虹色さん、フル、ありがとう。あ、ユーフォニアも見てきた。コンテストのチーム、それぞれの演奏、聞きたかったの。え、そうなんよ。本当に。え、それがこれから始まるんかーって思ってたら、終わった。そうなのよ。チャンノンさんありがとうね。今日もサクサクさん、急に大雨降ってきた。あれ、今サクサクさんどこ。ローマ字のヨシさん、アロハー。あ、アロハーってどうだっけ。アロハー、アロハー。お洋服に襟ついてて、あ、襟かわいいやろこれ。なんか大きくない襟。なんか珍しいよねこれ。やっくんフル、ありがとうございます。ありがとうはビーバーのありがとうかな。こうありがとう、見つけてくれてありがとう、受け入れてくれてありがとう、愛してくれてありがとう、ありがとう、ありがとう。お、にじろさん、ユーフォニアム、この映画が初めてです。面白いので全部見ます。だって、あれ、ユーフォニアム映画から見たってこと。映画先に見た。にじろさん、リオンさん、こんにちは。アントヌさん、フル、ありがとう。あー、ミッションインポッシブル見てたんだ。どうだった。館内の冷房が自分には寒くて辛かった。あ、つつ、わかる。映画館で寒いよね、結構。寒かった。クリモキヨキ、ありがとう。ブラッチ、真珠、ありがとうね。虹色さん、ハート、ありがとう。ジュンヤさん、フルだ。嬉しい。ありがとう、ジュンヤさん。ポー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 。あ、堀さん、かわいい。10個もありがとう。か
わいい。ひなほの三週講座でフル勉強してたのが懐かしいって。アーカイブ、あの YouTube で載ってるやつ。そうよ、あの当時めっちゃイベント出てた時は毎日三週講座みたいなしてて、こうやるんだよってあの言ってたんですけど、懐かしいね。スタミさんこんばんは、ありがとう。ひらがなのカズさんありがとうございます。ヨコポンさん、プーチありがとう、ありがとう、嬉しい、ユキ、マー君、ハトサブレのマー君、いらっしゃい、ありがとうございます。底辺さん、フル、ありがとうございます。星カウントなくなれば今月でさよならなの。いや悲しすぎるわそのコメント。キティオ、会いに、ちょっと私もどうしようか迷ってるけど、まだ。ブンブンさんこんばんは、ありがとう。堀さんじゃなくておはぎさん、フル、ありがとうございます。明日は台風接近で職場お泊まり確定、冷房が切れた職場は地獄っつってる。え、職場でお泊まりするの？帰れないからってこと？めちゃ大変じゃんそれ。怖いね明日。おはぎさん、真珠、ありがとう。リュウフル、ありがとうございます。 UFO 見てきた、自分もクミコちゃん見たく周りのこと気づけるようになろう。わかる、クミコめっちゃすごいよね。クミコの凄さがわかる映画だったよね、本当に。優しいのにちゃんと部長できるってなかなかすごくいないことない。だいたいこうレイナみたいに統率してる人ってすごい厳しいこともどんどん言わなくちゃいけない時来るけど、なんかクミコはそうじゃないのがなんかすごいいいなというか、かっこいいよね。ローマ字のマサさん、音符、ありがとう。カノンさん、奥様、フル、ありがとうございます。星種なくなってもダルマレンジャーは残る。そうだよね、多分ギフトが残るならダルマレンジャーはあるかな。堀さん、フル、ありがとう。デイジー、おーデイジー、おーデイジー、僕はここにいるよ。声が枯れ果てるまで、ありがとう。リュウハト、ありがとうございます。今日は裸足の記念日。おひなは家の中で靴下を履く。私はだいたい靴下は脱いで、ちょっと待ってね、うん、靴下脱いで、ちょっと待ってごめん。お風呂入る先。すみませんね、なんかいるわ喉に。コウタロウさん、フル、ありがとうございます。今日は水泳の日らしいからウルトラソウルを、ふなっしーバージョンどういうこと？ウルトラソウルって水泳の歌なん？ふなっしー、ふなっしー、そして輝くなっしー。なっしー、そして輝くなっしー。お、チャンノンさん、乃木坂さんの、乃木坂さんが好きなのか。お、レインボースター残るのか。
ボーダーさんこんばんは。ありがとう。花からさん、ハートありがとう。なのはさん、ふる、ありがとうございます。あ、なのはさん千葉なのか、住んでるところ。あ、そっかそっか。そうなのね。堀さんかわいい、ありがとう。 T 赤さん、セミありがとう。今日も隊長竹山メイツさん、フルありがとう。今日も、今日はハッピーサマーバレンタインデーです。堀さんにかわゆすなハート。ハッピーサマーバレンタイン、何それ、どういう日。ポッターさん、ターボジェットくん様、ありがとう。スエさん、カウントありがとうございます。帰省して京アニ聖地の浜辺いるけど、え、響きユーフォニアムの聖地で行ってみたいとこある、神社とか。え、どこでも行きたい聖地。そうか、京都いっぱいあるのか、神社とか聖地が。どこがあるんだっけ聖地は。秀幸さん、アンプありがとう。まさまささん、レインボースターだ、10個もありがとう。ターボジェットくん、ちょっと久しぶり。タッタさん、中西達也さん、ありがとう。隊長、ラブレター。隊長、ハイビスカスもありがとう。ヒラさん、いらっしゃい。隊長、アロハヒラさん、アロハ。ひらがなのカズさん、セミありがとうございます。まーちゃん、フル、ありがとう。まーちゃん、何しよう。うまこうれしか、お山へまいろ、金の靴はに染めたずな。へい、ちゃぐちゃぐうまっこ。おら、アロハは親指と小指、あ、合ってるじゃん。あ、こうか、は、こうか。さっきまで、え、さっきまでどうしてたっけ。あ、こうか、さっきまでこうしてたね。こうか。電話、平泳ぎはプールより海の方が浮きやすくておすすめ。あ、そうなんだ。え、海の方が難しくない、泳ぐの。そうなのね。埼玉のところさん、こんばんは。おはぎさん、ありがとう。いただき、ありがとう。ドワーフさん、きんちゃん、こんばんは。ありがとうございます。ローマ字のヨシさん、ありがとうね。マイメロンこと、マイメロンさんかな。ありがとうね。スコールさん、プチ。ナノハさん、アロハ。え、ヤックン読めたような気がする。トゲ、読めてなかったっけ。プライベートジェットさん、ありがとう。あ、そうなんだ、虹郎さん。でもその面白いと思ってアニメ見ようってなるのめっちゃ嬉しい。スイカさん、セミありがとうございます。そう、ショールーム星がなくなるんだって。びっくりだよね。コエポンさん、フル、ありがとう。お盆ですが、ひなほちゃんは幽霊見たことあります幽霊幽霊はね、なんかあれおかしいなって時はね、一回あったよ。なんかトイレの花子さんを呼ぼうってことになってね、クラスで、小学生の時。なんかノックする回数で、なんかね、やり方があって、花子さんを呼ぶやり方があって、それ通りにやろうってなってか、まあ、女子トイレ行って友達と、で、まあ、誰もいないのを確認して、あの、なんかノックしたら、ノックして何回か
なんかいろいろ工程やったら最後ノックが3回帰ってきたことがあって、誰もいないのを確認した後なんだけど、それぐらいかな。それすごくない？これ本当のことなんですけど、ノックがね3回帰ってきて、なんか帰ってきたらいる花子さん呼べたってことらしいんですけど、それが1回ありました。でもこそう3回帰ってきた瞬間もうみんなもう大慌てで逃げて怖くて教室戻ったんですけど、あれ怖かった。すごいそれだけ覚えてる。なんか小学生の時だけど、K8 さんこんばんは、ありがとう。ネロリさんこんばんは、ありがとうね。ローマ字のヨシさん真珠ありがとう。ALBYN さんはじめましてありがとうございます。ハラメタのフルありがとうございます。 TKD さんとの通称、 TKD さんとの通称はなかなか載せれんよ許可は下りないのではないですか。この間の花火でしょ。カリタンカウントありがとうございます。カズトシさん音符ありがとう。タイムベースさんいらっしゃい。ハイカラさんありがとう。大前ちゃんが部長にふさわしいと表現された映画だったね。本当にかっこよかった。 UFO って小説出てるの？それ知らなかった。おかむさんフルありがとう。明日は2100日連続、明日2100？ 早ー、ありがとうございます。すごい、そうなのか。月の人さんいらっしゃい。ハディさんかな、ハディさんありがとう。あれ53分だ。おにぎりファンタジーさん、北のマー君アメちゃんくれるの、ありがとう。ようちゃんフルありがとう。ようちゃんお盆で我が家に来た甥っ子に、え身長抜かれてた。え甥っ子さん何歳？よしんこ。ようちゃんそうなの、ハイビスカス結婚してありがとう。ランマさんいらっしゃい。ランマ4分の1さんこんばんは。ダイコさんカウントとフルありがとうね。今日も嬉しい。時間があればいつもの8月26日のもあの麻雀の大会、今日もみんな来てくれてありがとうございます。今月みんなに会えるイベントはもうちょっとである8月19日の納涼祭、花火大会のお祭りでライブをさせてもらうことになりました。愛媛の松山自衛駐屯地だったかな、松山なんだっけな、うん、場所でやります。でその翌週に8月26日は私がプロ雀士として活動してるんですけど、その日本プロ麻雀連盟の四国支部が1周年を迎えるということで、それのお祝いでたくさんのゲストの方を呼んで、愛媛のキスケジャオという麻雀のところで大会を行うことになりました。そこに来てくれる皆さんもお待ちしてます。対局よろしくお願いします。和俊さんありがとう。真珠ダオさん久しぶりだね、ありがとう。ダオさん、チャンノンさんありがとうね、嬉しい。奈良市のジュンさんありがとう。ジュンヤさんハイビスカス。和俊さんアロハー、アロハー。
まーちゃんだろま、コピー、のぶちゃんも音符ありがとう。あ、バレンタインデーで思いを伝えることができなかった人が伝えるんだそうなんだ。あ、そういう日なんだ今日。かなり間空いちゃってるけど、バレンタインデーから。堀さん、あら、天使の奥間ありがとうございます。パタ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 、ありがとう。ラジオ臨シャン解放でリーダー論を相談したら、寄り添ってあげることってアドバイスもらいました。あー、前にくれてたよね、あのメールをね。あー、言った気がするな。でも私は本当に、難しいリーダーになるということは。はるかさん、はじめまして、ありがとうございます。滝山ライブで民謡集出してほしい民謡メドレーとか投稿しようかな。おかきさん、ありがとう。でもね、カラオケとかがないんよ、民謡は。あんまり。スイカさん、お、フルジャク？フルジャク、ありがとう。ムツという魚は愛媛の言葉、ムツ恋が語源と。へー、そうなんだ。ムツってなんだっけ？どんな魚だっけ？お、ヨコポンさん、チャグチャグマッコ好き？地元？コシさん、フル、ありがとう。コシさん、明日は天気には気をつけてね。あ、だね、みんな気をつけてね、ありがとう。コシさん、各地のビジホで嫌な雰囲気を感じたこと、あるある、それもあるわ。でもそれはなんか心霊というか、普通になんかうるさいというか、ドタドタしてるみたいな感じだったけど、その花子さんは本当にやばかった。怖いよね。こっくりさんもやったことある。それはなんか微妙だった、なんかよくわからなくて。その勝手に動くんやろ、こっくりさんって。なんかこうやってたら。和俊さん、バラ、ありがとうございます。ぐっさん、いらっしゃい、ありがとう。てへんさん、よしんこ、それは大変な一日だったね。かりたん、ありがとう。花からさん、バラ、ありがとうございます。自分は人生で幽霊見たのは4回かな。いや、めっちゃ見とんよめっちゃさらっと言うやん、しんいちTKD さんはね、本人も事務所もかな、一回なんかね、載せたことあるような気がするんだけど、ちょっと難しそう、載せるのは。ローマ字のマサさん、バラ、ありがとうございます。ラジ BB さんかな、ラジ BB さん、はじめまして、ありがとう。ひまわりさん、フルしてみたいです、やった、ごめんめっちゃフルやと思った。まーちゃん、真珠、ありがとうございます。大文字のテストさん、フルだ、ありがとう。今日もありがとうね。あ、そうそうそう、陸上自衛隊松山駐屯地っていう場所だね。奈良市のじゅんさん、カウントありがとう。わー、ゆっきーさん、私の3週講座見てフルができるようになって、今日で4年経ちました。だって日付覚えてくれてるの、ありがとう。これからもよろしくね。そうなんだ。若いさん、セミ、ありがとう。車で11都県走り抜きました。お疲れ様。
ずっと走ってるじゃんそれ。おいしいトマトさんありがとう。奈良市のじゅんさん豊かなカウント、ありがとうね。ピータンさんいらっしゃい。猫ぽハートありがとう。あれ堀さんサマーバレンタインだから好きですって言ってくれとる。バレンタインの時言ってくれたっけ。あ、そっか、バレンタインは違うのか。よっちさんこんばんは、ありがとう。あれ甘党さんも嬉しい。ひまわりさんありがとうございます。毎日こうめっちゃゆっくり話してます虹色さんラブレターありがとうございます。おさぴーさんセミありがとう。花からさん結婚してありがとうね。あ、のどぐろか赤む、あ、うん、のどぐろが赤むつで普通のむつは何。民謡をライブで歌ってタオル回せる民謡ってあるって。タオル回せる民謡かあると思う。あのイオ漫才とか結構激しめの民謡はタオル回せるんじゃないかなえ、ちゃんちゃがちゃんちゃんちゃがんちゃじゃんじゃんちゃんちゃちゃちゃんちゃちゃちゃんちゃちゃんちゃんちゃんとか、なんか民謡ってだいたいゆっくりだからそれをまあこうなんて言うんだろうね、2倍のこうテンポで回したら全部いけそう。なんかゆっくりなやつでも甘党さん結婚してありがとうございます。ビチャーズイさんかな、はじめましてありがとうございます。ヨコポンさん名古屋住みか。え、もうめっちゃ直撃じゃん。台風気をつけてね。甘党さん結婚してありがとう。トゲフルありがとうございます。星なくなってもみんながひなほちゃんを応援する気持ちはなくならない、だってありがとう、嬉しいです。なくなったらゆっくり見てください。イケボ、あ、イケボ使われてる隊長結婚してありがとう。あれごめん、ゆっくり話してたら12時過ぎてた。おかきさんバラありがとう。セイチーさんいらっしゃい。モクさん、お、え、なんと、あら、モクさんおめでとう。フルト日付変わって誕生日だって。あの夏、今僕たちはあの夏を越えてゆく。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアモクさん、ハッピーバースデートゥーユー。おめでとう。誕生日になって4分、絶対これ私が一番初めにお祝いしたでしょ。おめでとうね。よさこい激しい、確かにね。よちょりよよちょりよよちょり、いけそうだね。花からさん花束ありがとうございます。高速民謡の創始者になろうでもさ、あの和楽器バンドの方とかもちょっとそんな感じだよね。かっこいいよね和楽器バンド。ブラッチ真珠ありがとう。漢字のカズさんかな、わわさん、はじめましてありがとう。ノーさんありがとうございます。盆踊りで歌ったことある、
踊りはないかな。あれ本当だ、2400人も来てくださってる。アロハさん、アロハさんじゃない、間違えた、ナノハさん、アロハ逆になっちゃった。あ、真珠もありがとう。あ、モクさんありがとう。ジュッコもありがとう、おめでとう。リョウタロウさんいらっしゃい。よし、お祝い最速だったでしょう。いや、そうなんよね。そう、もう言った後に思ったね、コップ。そういえばコメントではみんなもうお祝いしてるなと思って。モクさん、ナノハさん、ハートのライフありがとう。よし、ちょっと一応お供があるから、お供紹介する。じゃじゃん、ソルティーライチーの、なんとこれナタデココ入り、めっちゃ美味しそうじゃない。私ソルティーライチ大好きで結構飲んでるんですけど、ナタデココ入ってるんだって。最高なんだけど。果汁 13% も入ってる。では、あと丸方一緒に乾杯。なんだっけ、サマーバレンタイン。うん、あ、もうこれ食べ物や。やばい、めちゃくちゃナタデココすごー。なんかね、そんな大きい粒じゃなくて、ちっちゃく細かくなってるから、あのおじいさんやおばあさんの人でも喉にはつまらん感じ。どんな感想って感じやけど、飲みやすいってことかな。そんなつまらせるような人おらんよね、このルームに。いや大事よ、ほんとつまらないことがね。よし、ランキング読みしようかな。気をつけてね、ナタデココ飲むときは。じゃあ、ではちょっとランキング読みするね。13位、虹色さんありがとう、遅くまでありがとうございます。12位、お、のぶしゃん、のぶしゃんありがとうね、今日もたくさんありがとう。11位、ひでゆきさんありがとう。ひでゆきさん11位、たくさんありがとうございます。10位、隊長ありがとう、隊長だ。10位、たくさんありがとうございます、お疲れいしょん。9位、かずとしさんありがとう、かずとしさん嬉しい、たくさんありがとうね。8位、はなからさんありがとう、はなからさんたくさんいただきありがとうございます。ラッキーセブン、ローマ字のまささん。7位、ありがとうございます、今日はいい日になるぞい。6位、若井さん、夜遅くまでありがとうございます、お疲れさん。5位、なのはさんじゃありがとう、めっちゃいただきました、たくさんありがとうございます。4位、まさまささん、よ、ありがとう、壇上めっちゃいただきありがとう。そして3位、あぼん、ブラッチー、ありがとう、ブラッチーめっちゃいただいてる、ありがとうございます。そして2位、モクさん、おー、モクさんおめでとう、お誕生日おめでとう、ありがとう。そして今日の第1位、堀さん、堀さんおめでとう、
でとうやって誕生日すごい、ありがとうね。2534名様たくさん来てくださってありがとうございます。毎日配信やってるのでよかったらルームフォローしてまた会いに来てくれたら嬉しいです。ではちょっと過ぎちゃったけど、まあ、夜遅いのでちょっとバラードめの静かめの曲を一曲歌って終わりたいと思います。リクエストお待ちしてます。リクエストタイムよーいスタート。トゥルトゥトゥントゥントゥトゥントゥひまわりさん、また待ってます。ありがとう。ゴーストオブアスマイルいいね。猫いいね。ひまわりの約束いいね。ついたメモリー、名前を呼ぼよ。いいね。ほむらね。夏の終わり、あ、夏の終わり歌いたいよね。オリビアを聴きながら強く儚い者たち光へ。静かめの紅うっせぇわ。いや、そぐわなすぎ。名残雪。里の花嫁、シークレットベース、あかり。変わらないものいいね。喝采、長い間、少年時代、花火、人として、奏で、マリーゴールド、テリューの歌、すごいいっぱいくれてる。365日、白いパラソル、世界で一番暑い夏、真夏の果実、チマンチュの宝。なるほど、決めようか。さよなら、おほほ、コバゴーさんのあのうますぎたやつ。オフコースよいしょ。じゃあ君だけを奪い去りたいってなんだっけそれ。よいしょ。じゃあ